河野元気は、福岡県北九州市小倉南区出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。小学1年生で野球を始め、行橋シニアでは、投手として全国大会に出場した。九州国際大付高では、聖保士として3年時の夏に甲子園出場。二塁への送球到達タイムが1.78秒という、強権で注目を集める。 大会後には全日本の一員として、日米新前高校野球大会に出場。2009年10月29日、読売ジャイアンツから、育成ドラフト2指名を受け入団。同期には、鬼屋敷、正と市川智也と河野を含め3人の保守がいる。育成選手のまま、イースタンリーグで、1年目の2010年は14試合に出場。翌2011年は、 同リーグで星としては、チーム最多となる64試合に出場。いずれの年も、オフには、安倍晋之助が主催するグアムでの自主トレーニングに参加する機会を得た。育成選手として3年目の2012年7月30日、岸圭介と共に支配下選手登録された。背番号は95。2013年7月25日の、広島東洋ガープ戦で公式戦初出場。 8月の横浜戦では、プロ初安打、初本塁打を記録した。また、優勝翌日の9月23日の広島戦では、スタメン出場し、先発の今村杉らを高リードし、無安打ながらお立ち台に上がった。2014年以降は2017年まで1軍での出場はない。2017年は2軍で51試合に出場し、打率 233? 零本類打、十一打点だった。2018年4月7日のヤクルト戦に、代打で5年ぶりに一軍出場した。しかし、同年6月、チームメイトの篠原新平が居酒屋で裸になった、ところを同席した河野が撮影して、自身のインスタグラムアカウントに投稿していたことが、発覚した。これにより、篠原と河野は、同月13日付で球団から、 禁止処分を受けた。選手としての身分は共に、2018年7月7日から11月30日まで、間に置いて期限を定めない出場停止選手となり、同年8月10日付での復帰まで出場停止選手の状態が続き、停止は解除されたもののシーズン終了まで一軍に、再昇格できなかった。10月26日に篠原ともに、戦力外通告を受けるも、 現役続行を希望。11月13日に12球団合同トライアウトに参加したが、5人の投手と対戦して1支給無安打という結果だった。12月2日に自由契約公示された。2019年末から2020年始めにかけて、元プロ野球選手で経営者の橋本太郎の YouTube チャンネル太郎道場 TV にゲスト出演。 動画内では2018年の不適切行為についても言及した。現巨人に軍監督の安倍晋之助ですら叶わないと言わしめる強権が特徴。ありがとうございます。